ずパ、はいどうもパテモス協会でございます。というわけで本日はお昼に、暑いですけども吉野家を買うてまいりました。ただいまね、窓全開で来ておりますので、少々人が来ると恥ずかぴー。そんな僕なんですけども、今日は吉野家のね、吉野家900円使ったんですよ。吉野家900円のメニュー、いっぱいつけてくれ言うた。まあまあついとるな、ついなー、よいしょ。ちょっとややこしいの見えたらあかんから、こうしとこうか。よし、というわけで本日食うのはこれ、超特盛。俺初めてですよ、初めて。梅雨抜きです、超特盛。梅雨抜き、ビジュアル的にはこんな感じですね。どうなんでしょう、超なんかな。これがね、700いくらしたんですよ確か。紅生姜にちょっと今かけさせてください。暑いわ。朝からさ、ちょっと人間ドックの再検査で病院行ったんですよ。ピロリ菌の人間ドックの再検査で、ピロリ菌の再検査なんですけどね、厳密に言うと。なんか意味なく帰ってきました。まだ来週行かないといけない。今日何しに行ってんって感じだったけどね。暑いわ。まあそうなんで、ね、ちょっと元気出すために吉野家の最強メニューね、まあ、さらに上のがあるのかもしれんけど、なんか特盛はなんか大盛りの肉と飯が多めって言ったかな。それのプラス100円ぐらいだったかな確かな。あと業務スーパー行ってさ、いろいろ買ってきてさ、もう今日はこの後本当はちょっといろいろしようか思ったけど、気力なえたんで、午前中のこのよくわからない動きで気力がなえたんで、もうダラダラします。明日歯医者行かないといけない。もう話長いな、すいませんな。準備してる間カットしたらいいんやけど、あんまし俺カットすんのとかもうめんどくさくてさ、やらないもんで、申し訳ない。適当に飛ばしてください。多分、3分ぐらい。もう今更言うてはもう3分立ちかけとるけどな。チャプターつけるのも面倒いんで、すいませんね、長らくお待たせしまして。謝っといたらいいやろそこはね。待たせて誠に申し訳なかったと思う。よし、唐辛子と紅生姜が3袋ずつ入ってました。あ、やだ最高で、浅漬け、あ、きゅうりの浅漬け B セットでございました。きゅうりや白菜ね、ちょっと今日食べたかった。でお味噌汁、まあとりあえず味噌汁からいただきたいと思いますんで、というわけでいただきます。お味噌汁から飲もう。ぴったり1000円ぐらいいってくれよかったな思ったけどね、そんなうまくはいかない。吉野家の紙袋は1袋10円でした。はい、いただきます。11円か、消費税込みで。ああ。なかなか良いね。薄いけど。初めての超特盛。特盛も頼んだことないのに。腹減ってたんで。肉結構入ってるのこれ。めくっても肉やな。あ、うめえ。うめえわ。梅雨抜きなんで、もちろん卵とか入れてズルズルにするのはあんま好きじゃないんでね、卵は入れない派です。うめえ。あ、風が涼しい。
やっぱね、今日ちょっとご飯柔らかめ、吉野家さん。いつもと違う、ちょっとご飯が柔らかめな感じがする。うん。そうだ。飛んでいいでしょ。これでいいでしょ。ね。美味しそう。どうなんやろ、この感じ。いや多分まあ普通です。ちょっとあっさりするかな。いや牛丼の良さがなくなるかな。うん、若干味変しますけど、これはこれでうまいぞ。 ASMR にしては向いてるような、このシャキシャキ言ってる感じね。超得という割にはそんなめちゃめちゃ多くないと思いますね。すき家かどっかはキングっていうのあるんでしょ。どれぐらい、これの倍ぐらいなんかな。これの倍ぐらいと俺も食えそうな気がするな。ご飯の量も 1.5 合あるかないかぐらいじゃないかな。普段食べてる感じからすると。うん、1.5 はないような気もするね。どうなんやろ、吉野家のサイト見たら分かんのかな、何グラムかご飯。なくなっちゃうもん。腹減ってると一瞬だな。最初ね、窓閉めて車の電源エンジンは切ってね、電源だけ入れてエアコンつけてやろう思ったけどね、俺の車が悪いのが古いからかわからんけどさ、エンジン切ってクーラーつけても全然涼しくないんですよ。むしろ暑い。外の方が涼しかったんで、もうちょっとさ、周りにはばかられますけども、窓開けて食うてます。
程よい、程よかった。別に味噌汁なしでさ、漬物だけでもいいかな思ったけどさ、やっぱセットの方が安かったしさ、貧乏性なんでね、お得な方選んじゃったわ。うん、美味しゅうございました。あっつ。というわけでパテモソ協会、本日は初めての吉野家の牛丼超特でございました。美味しかって満足できました。ごちそうさまでした。熱中症にはお気をつけくださいませ。